栗本のマーク3番の高浜与一、ラインは2社です。ここに短期の2人も乗っていきそうな感じでしょうか。1番の脇田義男と6番の山下雅人。2コーナー回っていきます。後ろ攻めから7番の栗本直夢でジャン前に抑えました。短期の2社も引き連れていきそうです。1番の脇田義男先手ライン3番手、さらに短期6番の山下雅人4番手、引いて5番手は2番の服部正弘です。服部引いた位置は5番手、一方ジャン前に抑えたのは7番の栗本直夢で、4コーナー回って直線です。ペースを上げていきまして残り 400m を切っていきます。先行7番の栗本直夢で、マークには3番の高浜雄一、この2社が先頭2番手で、短期の2人が3番手4番手続いています。1番の脇田義雄に6番の山下雅人、そして2コーナー5番手から2番の服部正弘まくってきました。服部のまくりにマーク4番の向草貴弘、バックから3コーナー川辺と向かっていきます。先頭踏ん張った7番の栗本直夢で、栗本踏ん張っていますが、まくりが勝るか2番の服部正弘、4コーナー回って直線です。先頭どうやら5番手からまくり切りました。2番の服部正弘、服部1着でゴールインです。よいしょ、はい、出た、よいしょ、出迎えは走路に出ないようにお願いします。出迎えは走路に出ないようお願いします。あ、深井さん、深井さん、出ました。もったいない、もったいない、残念、落としてダメだ、ダメ、行ってみよったね。ありがとうございます。ちょっと寄ってください、もういっぱいだった。短期の選手を、引き連れて最後までは良かったんですけど、改めてどうですか、振り返ってみて。レース振り返ってみて、はい、まあ、そうですね、組み立ては思った通りだったんですけど、まあ、あとはもう力不足で最後耐えてしまったのは力不足なんですけども、番手の先輩が後ろもう自分のことサポートしてもらえなかったら、ちょっともう相当やばかったんで、番手の先輩のおかげです。やりにくい相手っていう話だったんですけど、ね、自分がお世話になった先輩の息子さんですからね。でも元々他県になりつつも開催場所、まあ、特に川崎とかもそうでしたけど、はい、一緒の開催で、まあ、自分が 1,2 班彼がチャレンジで頑張っているという状態で結構話は何度かしてた。レースも見てて、はい、頑張ってる姿は見てたし分かるし、競争の組み立てとしてはもう、さっきのインタビューとかの話しましたけど、はい、まあ、絶対先行で来るし、初戦前受けすることもないし、しっかりちゃんとお世話に来てくれてたし、だから僕はもう誘導だけ切って引かせて、あ、引かせじゃない、誘導だけ切らして引いて、まあ、彼は彼で勝負する、僕は僕でそれを受けて勝負する、そういうもう番組だなと思ったので、はい、まあ、その形を作ってくれて競輪ができたし、まあ、お客さんにとっても分かりやすい、はい、あ、分かりやすいレースもあるかなと思いましたけど、運びとしては、はい、あの印象的だったのがね、レースをあの的にアドバイスみたいな形で、あ、いや、なんていうんですかね、やっぱこう、その時ライン形成する先輩方、まあ、地区、今でこそ全国開催増えたので、他地区の方もいると思うんですけども、やっぱりこう僕がそうだったのが、あの先行選手として頑張ろうってやってってこう、全然成績が上がらない時に、やっぱ支えてくれたのは師匠をはじめ、練習グループの仲間も、もちろんそうなんですけども、やっぱ現場現場に居合わせた先輩方、特に追い込みの先輩なんですよね、ついてくれる人、ついてくれた人、そういう先輩方が、ああだよ、こうだよってこう、いろんなアドバイスをいただけたことがやっぱり今の自分につながっていると思うので、そういう競輪のいいところは残しておきたいと思いますし、そういう風に自分がありがたいな、いい世界だなと思うんだったら、やっぱ自分がしてもらったことを次の世代に伝えていくのが先輩なのかなと思うので、まあ先輩するにはまだ早い選手ですけども、あの本当に お父さんに感謝しているので、栗本さんに返せなかった分息子さんに返すつもりで、まあ、そういう話をしましたね。